フリークさん、本日お誕生日を迎えられたとお聞きしました。僭越ながら日頃の感謝を込め、フリークさんへ贈り物を用意したいのですが、お好みを伺ってもよろしいでしょうか。まあまあ、八重乃ちゃんったらそんなにかしこまって。うふふ、ありがとうございます。でもお気持ちだけでも十分ですよ。いえ、気持ちだけでは到底足りません。せめてどちらか選んでいただきたく、地上ならばクマ、海ならばサメと決めております。より強いものをお送りすることで、日頃の感謝、その一端を。おろおろ、八重乃ちゃんは強いんですね。でも突然八重乃ちゃんが現れたら、クマさんもサメさんもびっくりしちゃいます。ですから、そうですね、ケーキの上に乗せる砂糖菓子でクマさんとサメさんを作りましょう。作り方は教えますから、私のために用意してくださいますか。私が砂糖菓子を。わかりました。クリークさんが望むのであれば、それがいかに難題であろうとも。楽しみです。カレーコトコト、ステーキジュージュー。コトジュー、しない。ええ感じや。ウリ、そのまま耐えろ。これもクリークのためなんやから。お米ほっこり、ほかほか。これ以上。あかんて、オグリ、約束したやろ。クリークの誕生日プレゼント、甘やかされへんイヤイヤ期の子になるために頑張るって口にするとしんどいけども。タマちゃん、洗い物ないですか。ジャージもお弁当箱も後で出しておいてくださいね。ええって、うちがやるから。僕は…おぶな、偉いな、トラップが自然すぎるわ。ほか…しない。二人とも頑張れ頑張れ、その調子。いっぱいいやいやしてくださいね。その分、あとですっごく甘えん坊さんになるもの。そっちが本当のプレゼン。